売上に対しての利益率が、まあ、外食にしては高いと。915億も利益が残っていると。株価は今後どうなる？白坂慎太郎です。今回は餃子の王将マイナス成長。株価は今後どうなるというテーマでやっていきたいと思います。で、まず餃子の王将ですね。まあ、企業の全体像から確認していきたいと思います。まあ、餃子の王将ですね。まあ、企業の名前は王将フードサービスという企業の名前で、まあ、上場しているということですね。まあ、ちなみにちょっと雑談ですけれども、まあ、似たような餃子の王将と似たような、お店でですね、大阪王将というお店がありますけれども、まあ、基本的に餃子の王将と大阪王将は、まあ、名前こそ似ていますが、まあ、業務的には何の関係もなく、かつ資本的、ですね、まあ、要するにお金、資本的な関係も何も、ないということですよね。単純に、まあ、餃子の王将と大阪王将はもう完全に別企業ということです。まあ、流れとしてはですね、今大阪王将をやってる人たちっていうのは、まあ、いわゆるこう王将フードサービスの創業者一族になります。で、個人商店プラス、まあ、フランチャイズ何店舗かみたいなところまで、創業者一族が持っていって、それをこうね、会社を、まあ、売ったわけですよね。で、引き継いだ、まあ、経営のプロの人たちが、どん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 直営店を増やして、フランチャイズを増やして、まあね、この王将フードサービスっていうのを、まあ、上場企業まで、まあ、持っていったわけですよね。で、その過程で、今度は一回会社を売ったはずの創業者一族が、自分たち別で大阪王将というのを、まあね、立ち上げ直してるんですよね。まあ、結果的にはこの餃子の王将と大阪王将っていうのは名前がすごく似ているということで、まあ、特許庁でですね、争いがあったぐらいになっているわけですけども、まあ、結論から言うと別企業と、全く業務的にもお金資本的にも、まあ、無関係の企業であるということですよね。はい、ちょっと以上雑談を入れましたけれども、まあ、王将フードサービスですね、全店舗で737店舗ということになります。うち海外が3店舗ということなので、まあ、ほぼほぼ日本国内の、お店ということですね。で、内訳としては直営店が523で、フランチャイズが214という、内訳になっています。はい、そしてこの王将フードサービス直近3ヶ月の既存店ですね、売上昨年対比、を見ていきたいと思います。2019年と2020年ですね、まあ、どういうふうに、売上が、推移したかということです。はい、そしたら2020年4月5月6月ということで、売上は去年に比べて 78% でしたと。ね、5月は 88% でしたと。で、6月は 93% でしたということで、まあ、これがマイナス成長ということですよね。まあ、去年に比べて4、5、6と3ヶ月連続で売上が少なかったということですよね。まあ、これはもう理由は明らかで、まあ、コロナによる、ね、休業もしくは、ね、時間短縮営業ということですよね。もう完全にコロナの影響と言っていいと思います。で、この売上っていうのを客数と客単価に分解した場合、まあ、客数が4月が 70%、5月が 76%、6月が 85% ということで、まあ、お客様の数、客数の、落ち込みっていうのがやっぱ大きいということですよね。逆に客単価に関しては111%、116%、108% ということで、まあ、1人当たりのお客様が買ってくださる、ね、餃子の量っていうか、なんかね、商品数っていうのは増えてるということですよね。まあ、これは単純に言えば、まあ、持ち帰り、テイクアウトでですね、まあ、家で待ってるご自宅の、まあ、家族の分まで買って帰っているというようなことで、客単価は上がってますということです。ただ、まあ、売上っていう結果だけ見れば、3ヶ月連続でマイナス成長でしたということです。ただ、78、88、93ということなので、まあ、回復傾向ということですよね。あとは、この餃子の王将っていうのは、損益分岐点っていうのが74% というふうに予想されますので、 74% ということはどういうことかというと、売上が 26% 減ると赤字ということですよね。逆に売上が 26% 減らなかったら黒字ということになります。74という数字と比べると78、88、93なので、売上は減ってるんですけれども、黒字を確保できているというふうに見ていいというふうに思います。はい、あとはですね、まあ、株価予想をするためにはですね、ちょっとこう直近3ヶ月だけではできないので、長期的な業績推移っていうのも見てみたいと思います。
王将フードサービスの2012年から2020年までの8年間ですね、における売上と利益、っていうのを見てみたいと思うんですけれども、売上は7100億が8年間で8557億まで、増えていますということですね。まあ、8年間で 1.2 倍ということで、ね、年に直すと、年 2.3% の複利成長計算になります。はい、それに対して営業利益ですね、本業における営業利益というのが915億が、まあ、8年後の一番直近の決算では770億ということで、まあ、減ってるんですけれども、まあ、餃子の王将のですね、まあ、特徴としては利益率ですね、売上に対しての利益率が、まあ、外食にしては高いというのが一つの特徴にあると思います。なので、まあ、売上7100億で915億も利益が残っているということですよね。まあ、外食飲食っていうのは基本的には原価がかかりますから、まあ、例えば餃子の材料代ですよね、そういう、こう製造原価っていうのがかかるので基本的には利益率が低い企業が多いんですけれども、まあ、7100億の売上に対して915億の、まあ利益が残っているということで、まあ、売上に対しての営業利益率っていうのが 12.9% っていうのが一つの特徴だと思います。はい、で売上、その利益の額はですね、まあ、減ってるんですけれども、770億ということで減ってるんですけれども、売上が8557億に対してまだ営業利益率ですねが 9% ということで、まあ、依然として高い利益率で、まあ、経営を行うことができているというのが一つの特徴ではないかというふうに思っています。売上が 1.2 倍でなおかつ営業利益率 9% の企業ということを言っていいんじゃないかなというふうに思います。はい、では以上を踏まえた上でですね、まあ、王将フードサービスの株価予想というのをやっていきたいと思います。まあ、王将フードサービスの株価は今後どうなるということで、まあ、王将フードサービスの株価っていうのはこうぐーっと複利で、的に、株価が上昇して今は下落トレンドの中に、あるということが言えると思っています。はい、最安値ですねは、500円という時がありましたということです。で逆に最高値、ここですね、に関しては7910円ということで、まあ、1回 15.58 倍という株価上昇は、記録されています。でこの動画を話している現時点での株価っていうのは5690円ということですよね。はい、そうした時に、まあ、この王将フードサービスの、まあ、本業の実力、営業利益率から、営業利益から考える本業の実力と今後の成長性というのを考慮した上で予想する王将フードサービスの株価予想としては6260円を株価予想というふうにしたいと思います。はい、今回の動画ですね、あなたも役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたのとても貴重な時間にてこの動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。